いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。今回は黄金キューブが倒れるタイミングで、車がたくさんあったら車はどうなるのかをお送りいたします。これまでに何度かトライしてましたが、今回やっと成功したので、どうぞ最後までご覧ください。さあ、それでは参りましょう。検証スタートです。チャプター1のハロウィンがどんなだったかみたい。もうすぐ今年もハロウィンということでリクエストいただいたので、こちらご覧ください。このハロウィンイベントはフォートナイトがリリースされてから2回目のハロウィン。2018年10月頃、チャプター1シーズン6の映像。ちょっとマイクと録画の関係でこの時ハウリングしています。ごめんなさい。バトロワ島内、いろんなところにゾンビが湧きまくる。倒したゾンビの数がキル数の横に表示される。この辺の装飾は今よりシンプルですね。ちょうどこの時期って何もしなくてもグライダーを開くことができたんです。今の分かりました。もう一度いきます。こんな感じでゾンビに紛れて敵が来ることも多かった。ゾンビの中に敵が紛れ込んでいるかもしれないって思いながらやってたのが印象的ですね。ということで以上、チャプター1シーズン6の映像でした。もうすぐハロウィンですね。楽しみです。さあ、ここからサクサクいきましょう。キューブの子供が生まれる時にアーマードウォールを置くとどうなるのか。ビリビリの範囲内は全て建築が壊される状態。なかなか置く範囲がむずい。とりあえず置けるとこ全部置いてみる。さあ、そろそろ生まれる。これは全て破壊される。じゃあ車はどうなるのか。車はめり込む。これしかも乗れそう。はーい。ちなみにこのビリビリで倒されるとこんなキルログになる。鉄の壁で囲った敵にプレゼントボックスを投げるとどちらが優先されるのか。この状態。後から投げたプレゼントボックスの壁が優先されて貼り替えが簡単になる。ただし、プレゼントボックスがある9月28日まで使える技。チンパンタレットとアイオタレットの打てる時間は違うのか。左がチンパンタレット、右がアイオタレット。結果はオーバーヒートまでの時間は同じ。
鉄の床を変な方向に設置できるのか。これはできない。でも変なジャンパは設置できる。黄金キューブの衝撃に車は耐えることができるのか。まず車を12台並べる。待つこと50分。待つこと50分。車が大爆発。すさまじい衝撃をスローで。キューブの力恐るべし。今回の検証はいかがでしたでしょうか。この失敗した時はキューブが浮いてる時、下に車を置いてたんですが、キューブが結局バグで落ちなかったんです。黄金キューブであともう一つ面白い検証をやっています。それはまた近いうちに。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄で教えてください。皆さんの高評価、その1票がとてもやりがいになります。どうぞ高評価をポチッと押してください。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。